痛烈な打球、左中間深々と破っていきました。一塁ランナー河合寛治、三塁決定、ホームまで帰ってきました。法政大学追加点、西浦直道タイムリーツーベースを放ちました。早稲田戦では2戦連続ホームラン。ちょっと甘く入ったか、レフトの頭上越えていきました。大一番先制したのは法政大学、4番西浦のタイムリーツーベース。ここまで破竹の8連勝、一気に完全優勝、そして全勝優勝へ。ホームランが出れば同点という場面で、今シーズン6大学で最もホームランを打っているバッターが打席に入ります。3本のホームラン、うち2本は先週の早稲田戦2試合連続ホームラン、そして今日は第1打席でレフトオーバー先制のツーベース。明治の4番岡は先ほどレフトへの大きなホームランを打っています。センターに打球が上がった、センター下がる、センター下がる、センター下がって頭上を越えていきました。フェンスダイレクト。さあまず1人帰ってくる、そして2人目も帰ってくる。法政1点差に迫りました。4番西浦センターオーバーの2点タイムリースリーベース。今日は先制のタイムリーツーベースを1回に打ちました。そして第3打席では1点差に迫るセンターオーバーの2点タイムリースリーベース。今日は2安打3打点。センターへ、センターの前に打球が落ちます。4番西浦今日3安打、ツーアウト満塁でホームラン打点リーグトップの西浦を迎えます。今日は先制のタイムリー、そしてなんといっても3点を追いかける5回、センターオーバー1点差に迫る2点タイムリースリーベース。4番としての勝負強さを見せました。2点リードの8回の裏、さあ2アウト満塁です。1、2塁間、4番西浦破っていきました。1点追加、3塁ランナーホームイン、そしてライトからの送球がそれている間にもう1点入りました。リードが4点に広がった法政、4番西浦は今日4打点4安打。法政が2点を先制しました。4番の西浦初球打ちレフト前へ、河合3塁回ったホームに帰ってくる、3点目なるかい、キャッチャー送球こぼしています。3点目が入りました。キャプテンホームイン、4番西浦も続きました。打点の数は18にまで伸びました。ホームラン3本、18打点はリーグトップ。ライトへ、ライトが前に出てくる、フェアゾーンに落ちました。西浦はすでに二塁へ、先頭4番の西浦ツーベースヒットで出塁、ノーアウトランナー二塁です。2回の裏の法政の攻撃は4番のこの人から始まります。4番の西浦直道、おとといの1回戦は5打数4安打、タイムリーが3本あって打点が4、昨日も山崎から3回にタイムリーを放っています。昨日が5打数2安打、打点が1ですから、この2試合を取っただけでも10打数6安打、打点5です。2球目、バットが折れたような音だ。変なバウンドになった、難しい送球だ。体勢が崩れた分だけ送球に無理がありました。記録は内野安打。チームの試合数が11試合で打点が18です。法政のチーム打率は3割4分1厘。これはどうだ、長打コースになるかな。西浦はクッションボール、さあレフトのクッションボールの間に西浦、
ゆうゆうと二塁へ行きました。やはり打球は速い。今シーズンここまでまだ本来のこの西浦の打撃力を考えると本調子とはいかない中、満塁でバッターボックス回ってきました。捉えた。レフトに高々と上がった打球、スタンドに入りました。満塁ホームラン。0対0の均衡を破る4年生西浦直道、満塁ホームラン。まあどうでしょうね、まんべんなくみんなが打ってるような打線なので、はいはい、本当にこれを抑えるとなるとね、至難の技っていう、まあ、さっきも言いましたけど、はい、結構厳しいと思うんですよね。今バッターボックスに入っていますこの西浦直道、この西浦がちょっとここまで苦しんでいたところあったんですが、バッティングの調子上向き。西浦、左中間スタンド入りました、ホームラン。高々舞い上がった打球が神宮球場外野スタンドまで届きました。5番西浦、左中間スタンドへのツーランホームラン。3対0、法政大学リードを3点に広げています。富山さん、このバッティングはいかがですか？いや、もうこの思い切りの良さですよね。もちろんね、球がシュート回転して真ん中に甘くなってますけど、はい、もうドンピシャのタイミングでもう迷うことなく振ってるので、まあまあ素晴らしいですね。レフトに上がった、センター下がる、センターが下がる、センターが下がる、入りました、ホームラン。西浦直道、2試合連続のホームランは8連勝へ幸先のいいスタートを切る先制のスリーランホームラン。ホームランボールは近くの西浦は今日は三振とセンターフライ、投球を捉えることができていません。法政もこの試合2度目の得点圏のランナー、初球を打って三塁線いっぱいに入った、入った、長打コースだ。セカンドランナーサードを回ってホームへ帰ってくる。苦しんでいた法政、有原から1点を取りました。悩んでいた4番の西浦、タイムリーツーベース。7回の裏、ここで法政が先制です。これも三遊間抜いていきます、ライナーのヒット、二塁一塁、さあツーアウトランナーなしからフォアボールとヒット。法政塁上が少しずつ賑やかになってきました。ツーツーです。これはセカンド抜けるから、抜けて抜けて抜けていく、ライトへのヒット、一人帰ってきた、一塁ランナーは三塁へ。法政に3点目が入っています。4番西浦のタイムリーヒット、4番のタイムリーで法政が1点を追加いたしました。その差は3点のリードとなりました。慶応との一戦では逆転のスリーラン、早稲田との3回戦でもタイムリーヒット、大事な場面で打っています。2球目を打つ、これはどうか、センターの前、打球落ちました。ワンアウトからのヒット、高めの球、レフトへ大きな当たり、飛んでいく、伸びていく、入った、逆転スリーランホームラン。法政の4番、春2冠の西浦、1年生加藤から逆転スリーランホームランを放ちました。今ホームイン、3対2、一気に試合をひっくり返した法政。頼りになる4番の一発。